You're listening to Shibuya Cross FM。ようこそ、ご来園ありがとうございます。パンをお届け、あっちっち、もうちゃんと受け取ってチェーン、焼けましたよ。わあありがとう、パン担当安西ゆかです。イエーイパン担当でみんなで一緒に歌いましょう、せーの、ブンブンブン、ハチが飛ぶブーン、あなたのハート狙い撃ち、髪色カメレオン担当ブンちゃんこと土地あやこです。あやこいちごの国から、こんにちは。いちごの国から、こんにちは。甘くて酸っぱいいちご一応召し上がれ、あなたを優しくくるんちゃうよ。グーベル担当キュンキュン部の神崎くるみです。くーちゃーん、イエーイ。いちについてよーい、ドドン。おいどんは石川のどかでゴワス、鹿児島県出身西郷担当石川ののかでゴワス、我らがキャワフルラジオクルーキュンキュン部でーす。違うんだよ、違うんだよ、キュンキュン部じゃないんだよ、キャワフルトルネードですなんだよ、はい、です。しかも、はい、西郷担当とか言ってるとあの観光大使どんどん遠のいてくんだよ。この毎月第3号待て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 、パン波乱万丈すぎる、パン待て、ゴースゴースじゃない、いいのかこの流れで、大切なとこだぞ今から、いいかパン、ゴース誰も行きましょう、はい、この毎月第3木曜20時は今とにかく歌えるアイドルでおなじみのキャフルトルネードが渋谷のど真ん中、渋谷クロス FM から公開生放送でお送りする渋谷一かわいいラジオ、キャフルラジオパークのお時間でゴワーイエーイ、ドンドンドン、ゴワーさんいいの、ゴワース続き読んでちゃんとしっかりパン、私だったパン、はい、渋谷クロス FM は渋谷公園通り周辺エリアにて FM88.5MHz にて放送されていますので、はい、ラジオでもお聞きいただけます。さて始まりました3月のキャーパク、皆さん夜をいかがお過ごしですか。どうですか、ゴワース言わないの、引きずらないの。いや最初の挨拶ですよ。いや私ね、あのファンクラブサイトの方のチャットでね、はい、今回の脚本家さんはマジでテンションが上がってますっていうのをチャット書いたんですけど、作家さんね、皆さん分かってくれました、この挨拶からいじる、これ先月を引きずりすぎです、はいはい、あのちゃんと練習したんでね。練習したどうしよう、これ正式になっちゃったらどうする、キュンキュン部なっちゃうよ、どうしようね。ちょっとあの毎回あなたのハートを狙い撃ちってやったら私のハートがもうぐったぐたに壊れるけど大丈夫そう。聞いた、狙い撃ちハンターいたからね。そうバキュン言わせていただきました。はいはい、まあそんなこんなで、うん、まあまあまあね、まあ楽しくいきましょう今月も、いきましょう。そしてこの番組を構成するのはリスナーの皆さん、お便りをどしどしお待ちしております。今月のテーマはこの2つ、まずは大ふつおた祭りじゃーん、バイバイバイ、いっぱいふつおた祭りですからね、はい、皆さんから届いております。そして2つ目は引き続きキャワフルカルタのキャウルキャルタをキャワフルキャルタをリスナーの皆さんから集めて作っちゃおうというキャワフルカルタ制作委員会、今回は他行のキャワフルカルタを大募集しちゃいましたということで、この2つのお便りテーマで募集いたしました。今回もたくさんお便りありがとうございます。ありがとうございます。いやいっぱい来ました、好きね、みんなやっぱり、ね、好きなんだよ、よく思いつくなって思う。本当に、いやもうなんか最近ね、みんなね、あの、うん、カルタの方に熱が入りすぎてね、もうみんなね、いじってもらおうって、もういろいろ頑張って考えてくれてますから、そうなんですよ。
今回も腹がよじれる1時間であることでしょう、はい、そうでしょう、ね、そしてね、残念ながらお便りを送れなかったあなたも大丈夫でございます、うん、はいはい、ここは公開生放送ということで、ツイッターにてハッシュタグひらがなでキャワパクをつけてツイートしていただいた皆様の声をリアルタイムでどしどし拾っていきますので、皆さんぜひツイートの方も一緒に参加してみてくださいね、という、お願いします。はい、早速ですね、ののかちゃんの毛色が違うというキャッチフレーズ、毛色、最後担当じゃないですか、ねえ、毛色ほら、みんなさ、ほらクーベルとかさ、パンとかさ、はいはい、カミロカメラマンとか、なんかそれぞれなんかちょっと、ね、普通だったら ね、カメラマンとかね、そうそうそう、うん、あるじゃん、お料理担当とかね、いきなり最後担当になってしまったから、本当にしょうがないだけ、いや、しょうがなくないよ、そういう、しょうがない、ね、ね、真剣に鹿児島観光大使になりたいの私なれないの、クロス FM さん。それではコーナーに行く前に最初の曲に行きましょう。キャフルトルネードでとびきり涙。
FM88.5MHz 渋谷シーダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャバフルラジオパーク、お楽しみいただけてますか？いますか？ここで番組に届いた普通のお便り、そしてこれまでにハッシュタグキャバパークで番組宛てにしたコメントを少し紹介しちゃいます。いや、あの、なんだろう、とびきり涙の MV、はいはい、私たちも見てたんですけど、久しぶりに見た。懐かしすぎて、もういろいろ大喜利じゃなくて、なんか相席食堂みたいな感じでいろいろ始まりました、ね、なんかコメント面白いね。面白いね。なんかみんな可愛くなったじゃなくて、もうだんだんもうその、こんなんだったっけみたいな。昔の自分がね、本当に。いや、この時はもう頑張ってたんだよ。そうだよ、すごい、ね、ベストだったんだもん。そう、いや本当に面白い。それでは面白かった。コメントいっぱい来てますからね。来てます、本当に読み上げちゃってください。ムラリンさん、とびきり涙のののちゃんの表情変わる場面が好き。おー、嬉しい、ありがとう。真似されてたけどね、あのメンバーにね。そうね、首締めて、首締めとらんのよ。首は締めとらんのよ、たぶん。そう、そう、そう、苦しいみたいな表現のなんよ、まあ、うん、あ、そうですね。どうした、どうした、え、いいかな。いいよ。とびきり涙の石川さんはカツラですか？あのね、地毛なんよ。地毛だったよね。あれは地毛出したね。地毛あの短さは地毛だった。え、じゃあちょっと自分でもちょっといいじゃん。めっちゃ嬉しそう。え、地毛だよね。なんでさ、あの一番本人が分かってなきゃいけないの。いや、なんで本人地毛です。地毛だよね、あれ。あれはね、確かね、地毛で、地毛だよね。あの負けるようになってきたぐらいの。そうそうそう、あー、短いもんね。腰つけちゃう。待って待って待って、多分ミュージックビデオは全部、うん、あのあれだよね、地毛だと思う、うん、あのね、あの他局で話したネタですから、これあのクロス FM さん聞いてくださってる方はね、ね、え、何、もしかしたら石川なのか、あの、ま、何か起こしてなんかカツラかぶってたのみたいな感じになっちゃう。違うんですよ、あのちゃんとしたね、理由がありましてね、カツラをかぶってた時期がある、あるんですよ。まあ、詳しくはね、また、ね、どこかで、ね、動揺してるみたいになってるから。次、はい、次読んで、次、はい、次読みましょうかね。あ、びっくりした。髪色カメレオン、カメレオン、どうちさんの髪色がおとなしく見えるって、はいはい、あ、また、あ、確かにその時あれだね、白金がもう髪の毛がちぎれまくって黒にしようみたいな、ね、でもなんか毛先だけ青に染めたのかな、うん、その代わりね、あの唇がテカテカで揚げ物食べた後みたいな。天ぷら食べた後かなってぐらい。え、てかみんな黒いね、髪の毛。ほんとに、ゆうか黒と思って、ゆうかこけし、ほんとに、すごい。だってあの時のゆうかなんて絶対髪染めないとか言ってたから。言ってた、ね、そうなの、従順ぶっちゃってね。そっか、うん、今やこんな真っピンクですよ。本当だって、おしゃれ部長ですから、うん、変わるね、変わりますよ、変わるよ。まあ ね、この後もコメントは番組で読み上げていきますので、はいはい、皆さんどんどんつぶやいてください、はい、さて、今回はコーナーに行く前にですね、なかなか4人揃うこともなくなってきていますので、はい、近況報告を少ししたいなと思っております。はい、この1ヶ月で起こったことや出来事ね、はい、でもね、今日普通おた祭りじゃないですか、はい、ちょっと緊急報告してくれみたいなお便りもあったので、はいはい、読んじゃおうかな。読みましょうかね、うん、はい、ラジオネームくにおくんからいただきました。ありがとうございます。かわいい皆さん、こんばんは。こんばんは。あの、そろそろみんな気になって仕方ないことがありますよね、はいはい、そう、それなんです。新体制についてです。はいはい、もうそろそろ何か動き出してるんじゃないですか。メンバーが何も知らされていないのなら、飛び入りで細谷プロデューサー、今ここで何か情報をください。気になって気になって仕方ないんです。何卒よろしくお願いしますという、はい、気になるよね。気になるよね。1ヶ月経ちましたからね。そうだね、うん、あの、小出しにしていくとかって言いながら、そう、まだ ね、 なかなかね、まあ、大きい動きが見られないんですけど、まあ言うてしまいますと、はいはい、私たちも皆さんと同じで本当に何も知らんのよ。知らん、本当にこれ知らんのやけど、ど今日ここにいる皆さん、そしてあの聞いてくださってる皆さん、私たちあのね、ここでしか、うん、もう先出ししちゃいましょう。はい、はい、ゆかちゃん言ってください。何言うか本人分かってないけど大丈夫そうだ。ちょっとなんか事故になりそうだからさ。くるみちゃん、リーダーお願いします。はい、なんと、新メンバー決まりました。おー、イエーイ。無事にね、はい、無事に決まりまして、らしいらしいんですけど、うん、まあ私たちも何も知らなくて、そう、そう、だけど、どう、近々近々顔合わせをするかもしれないというね、らしいんですよ。らしいんですよ。
そう、何人かも分かってないからね。そう、全く分かんない。そう、そうなんですよ。でも決まったらしい。まあ決まったっていうことだけは聞きました、うん、情報によると可愛いらしい。あ、ほんまですか。ほんまですらしい。らしいよ、まだ会ってないからね。ね、うん、そう、しかもキャワフルのことめちゃんこ好きらしい。嬉しい。だからもしかしたら聞いてるかもしれない。あ、本当だね。聞いてるかもしれないから、ニヤニヤしてるかもよ。ちょっといい先輩っぽい感じで、ここから急にやめて、もうゴアスって言ってる時点でダメだね。そうだね、うん、聞かないでくれこういう、あ、こういう先輩なんだなって絶対にここから聞かないでくれゴアスの初めて会ってさ、うん、ゴアスちょっとこれがゴアスかってこれがゴアスかちゃうねんちゃうねん。生ゴアスいた。生ゴアスちゃうねん次、まあ、そんな感じなのね。はい、あのツッコミとかいんのかな、うん、大丈夫かな。いや、それもね、まだ会ってないから、ね、まあ、会わないことにはね、いると嬉しいでごわす、ね、期待して、うんうん、頑張るでごわす。はい、次、はい、次あ、もう一つあった。そう、もう一つあって、そうそうそう、ラジオネーム、はい、アンズさんからです。ありがとうございます。キャフルトルネの皆さん、こんばんは。こんばんは。これまで働いてたところを辞め、来週から新しい職場に転職が決まりました。おめでとう。春やね。春だね。春ですね。新しい仕事と新しい環境にワクワクドキドキしています、うん、皆さんはこの春始めたいこと、やりたいことはありますか、教えてください。始めたいことをやりたい。このね、お便りはあの、うん、ニヤニヤしない日がない大ちゃんさんからもね、はは、始めたことは何かありますか、はい、という似たようなお便りもいただきます。ありがとう。ありますか。始めたいこと。おー、バンザイさん。あの、まあ、迷ってて、これみんなに相談。あ、いいよ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 、そういうの。キックボクシングか、空手か、うん、ダンススクール、どれか行きたくて、4月から。ほう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 。なるほど。キックボクシングか、え、なんかさ、もうちょっと軽いやつか、空手か、か系統変えたいんだよね、みたいな。どこを目指しとるんじゃ。護身術覚えようとしてる。え、なんか体幹鍛えるというか、なんかなるほど、ね、ジムに行きたいけど、はいはい、でも、ジムより楽しみたい。なるほどね。なるほどね。そう、あ、でも空手はやってたんだよね。そう、やってたから、うん、そうそうそう。なんだろう、あ、でも私はなんかキックボクシングはめちゃめちゃその体幹とかその呼吸もめちゃめちゃ使い方わかるみたいなのを、あの、私リサさん好きなんだけど、リサさんもキックボクシングやってて、それでなんか聞いたことがある。なるほどね。昨日の空手に一票かな。あ、ほんと。パン焼くじゃん、で、こうひっくり返して出てこないからさ、トーってやってパンを出すっていう芸にもつながる。この人に聞かない方がいい。もう全部そういう風に。なんでよ絶対なんか芸につなげた方がいいよ。点と、まあ、そうだよね。でも6つの点がって16のって歌ってるじゃん。点と点は絶対線でつながるからね。なるほどね。そうそうそう、まとえてるでしょ。神崎さん、なんかおすすめありますか。でも、まあ、それは置いといて空手はいいんじゃないかなって思いましたよ。空手、え、なんか特技にはなるよね。なるなるなる。キックボクシングっていうより空手は、うん、特技にはなる。傷つけないしね、相手を。そうか、空手は。確かに。なんか綺麗な筋肉をつけてほしいな。確かに、私綺麗だもんね。そう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 、体つきの筋肉綺麗じゃないですか。ってなると、どうなの、うん、空手かな、うん、まあでもなんかダンススクールはでもいろんなね、ジャンルを学べたりもしますからね。まあ、学ぶ場としてはね、じゃあ、あの、募集してます。皆さんもぜひね、アンケート、はい、アンケート取ってくれて、はい、お願いします。いいじゃん。まあそんな感じで、以上、近況報告会でした。はい、はい。さて、ここからは本日のコーナー、大仏オタ祭りに届いたお便りを紹介していきたいと思います。はい、では早速どんどん行っちゃいたいと思います。ラジオネームひねさんからいただきました。ありがとうございます。キャワフルの皆さん、こんばんは。こんばんは。キャワフルは2月7日のライブを最後に準備期間に入りましたが、はい、今日まで様々なイベントを開催していただいて楽しませてもらっています。一人で歌うとか、キュンキュンしちゃうやつとか、手料理食べれたりとか、カメラを持ってお散歩とか、メンバーの得意な部分を生かしたイベントはどれも本当に魅力的です。ライブはもちろん楽しみにしていますが、今後も無理のない範囲でライブ以外のイベントも開催してほしい
いなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、はい、うんうん、もうあれかな、石川のおシャンプーを残して、うんうん、あと3人はねそれぞれ揃いベントありましたね、はい、楽しかった。天気がいい感じで、そうなんだよ、ね、雨女だったのにどうしたの。聞いて、本当に聞いて、キュンキュン分も土砂降りねえ、ちょっと言っていいですか。はい、何何、嬉しそうだった。言っていいですか。キュンキュン分ののかちゃん来てくださったんですけど、ちょっと言っとけだけすごいやんののかちゃんが来たからかなって私は思ってる。いや、あの雷雨は違う。だ、天気予報見てみ、今週の土曜日なんですけどね、うん、そうです、雨予報だったんですけど曇りになってきましたね。あ、すごい、言っていい、うん、なんですか、言っていいですか。なんですか、あの、おシャンプーに私もダメだよ、ダメだ、絶対来ないで、もう絶対に来ないでほしい、絶対行く。え、なんか絶対ブー、分かったんだけど、多分来るとノノが揃ったら雨が降るんだと思う。あ、そう、そんな気がしてきた、絶対来ないで。え、だってさ、あのキュンキュン部の日雨だったわけじゃん、はい、あの次の日ね、私休日クラブだったんで、はいはい、めっちゃ晴れだったよね、超晴天だったんですよ、ね、なんなん、どう、めっちゃ怒られたんだけど、え、ちょっ、まあ、めちゃめちゃ私晴れ女なので、はい、新メンバー聞いてるかもしれないから、謝ってくる、ごめんね、怖いよ、ののかちゃん許す、仲良し、怖い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 、仲良し、まあ、仲良し、ね、はい、でもまあ、はい、石川はね、土曜日にありますので、ぜひ皆さん、はい、ぜひぜひ、10名だからね、参加できない方いっぱいいると思うんですけど、楽しみにツイート待っててください。はい、はい、続いてのお便りはラジオネームガジュくんからいただきました。ありがとうございます。だいぶ暖かい日が続き、春になってきましたね。春といえば桜、桜といえばお花見、お花見のエピソードや思い出はありますか。なるほどね。いや、今年できるの、今年できないのよ。そうだね、去年もね、できなかったか、ね、去年もできなかったのよ、残念だけどね。そうなのよ、まず皆さん、桜咲いてること知ってます？え、今もうね、咲き始めてるんですよ。あ、そうなの、うんうんうん、うでも暖かくなってきたもんね。そうなんだよね、まあ、中心だしね、うん、立ち止まったりできない、ね、そうか、ね、ねえしたいけどね、いつかね、みんなで、まあ、そんな、そうなんだよ。お花見なんですけども、なんかエピソードあります？お花見の思い出といえば、うん、あの思い浮かぶのが一つあるね。何ですか？あのサバイバルツアー中に、はいはい、ちょっとムービー踊ってみたみたいな感じのね、撮ってましたね。ムービーを撮った時に桜が咲いてたなっていう、はいはい、忘れもしない、あの坂で撮るっていうね。あれさ、感動したよね、なんか桜見て坂だったんだけどね、初めてハイヒール踊るっていう無茶ぶりをね、マネージャーからされてね、忘れもしない。なんかね、あれでしたよね、その時のキャーフルって、あの新宿のラブの前でマニュアルな恋を踊ったり、はいはい、めちゃめちゃ寒い夜の時にあのフリフリ衣装を着て夏恋ノスタルジーを踊り、アライブとかもね、やりましたね。なんかもう忘れもしないし、やりたくない。でもあれ結局出してな。え、あ、出したわ。出したよ。ゴールドハイヒールは出してる。マイスタでそうそうアプリでね。出さなかったらどんだけメンバーに怒られると思うの、マネージャーさんが。懐かしいな。懐かしいですね、はい。忘れられない思い出となりました、はい。またなんかね、収束したらみんなでできるといいですね。そうだね。そうだね。ねえ、みんなでやろうよ。お花見イベントとかやりたい。やろうやろうやろう。本当はやりたい。ここ二人で料理作ってくるんだから。そうだよそうだよ。写真も撮るし。お願いします。ただあの神崎さんと石川さん揃ったら雨降るから、そう時間ずらして時間ずらしてもう来る、一部二部でね、あ、そ早朝待機あ最初から私たちはお昼から場所取りかなんでわしも早朝待機かついでについでよ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで次行きましょうかね、はい、ラジオネームマサーとキュンキュン部学籍番号12番さんからいただきましたありがとう、はい、さて先週の3月13日にキュンキュン部に体験入部してきました、はい、キュンキュン部の部足の説明があり、楽しいクイズ大会の後は最高に可愛くて楽しいライブでした、はい、体験入部の後すぐ正式入部させていただきました。ライブの後は特典会、いやいやキュンキュン部では特典会とか物販とか言いません。なんて呼ぶか皆さんご存知ですか。とにかく可愛いキュンキュン部の次回イベントが待ち遠しいです、はい、ということで、はい、あ、これは石川さん行ったから知ってるんじゃないですか、はい、私は知っております。聞いてた？行っていいんですか。いいですよ。放課後なんてパワーワードなんでしょうか、ね、ね、全部考えたんですよ、すごい世界観を。すごいね。え、でもさ、次回のね、キュンキュン部のイベントで、うん、あれ、この間あのイベントに出てないけど、あれ
細谷くんいるよねってなったら、細谷くん放課後待ち合わせねとか言われるでしょ。そうですね、いいね。え、入りたがってる。え、入ってないの。ちょっとまだ学籍番号でもなんかあれだよね、同じ色の服着て、そう、ね、なんか、うん、でもあの頭の上にリボン乗っけないといけないんでしょ。やりたそうだよね。帽子にリボンつければいい。頭の上にリボンも乗っけていいのはシェリーメイかキュンキュン部の3人しかいないのよ。ダメなのよ、石川が頭の上にリボン乗っけちゃダメなの。ダメなの、もう忘れてみんな。次、はい、次次次次はい、ラジオネームモケルさんからいただきました。ありがとうございます。先日の文ちゃんの撮影会に参加してきました、はい、もちろん水着に釣られての参加なんですが、この撮影会のためにののちゃんと同じミラーレスカメラを購入し、綺麗に撮る知識を学んで挑み、カメラで撮る楽しさを発見できたイベントにもなりました。いいじゃん。ドレス、着物、水着と普段の文ちゃんからあまり想像できないような衣装を着て、いつもと違う一面が見れて超可愛かったんですよ、うん、ありがとうございます。本人は笑わない被写体とずっと言ってましたが、いつも以上に笑ってくれて、僕が一番好きな文ちゃんの笑顔をしっかり美しく収めることができて満足でした。石川カメラマン、はい、弟子入りを志願します。おお、検討しましょう。いいですね。文の笑顔いいのよ。わかる、わかる、わかる。でもね、かたくなにいやらしい。あ、そうなんですか。それがいいの、わかる。とっさに出る、ね、そのあのみんなね、あの笑顔を振りまいてくれるから一人ぐらい笑ってなくてもいいかなって思って、うん、いやいや、めっちゃ笑うやん、めっちゃ笑うやん。てれちゃって、文はね、いいブンのさ、うん、あのツイートいっぱい流れてきて写真がめちゃくちゃいい、うんうんうん、よかった、ね、めちゃくちゃいい、うん、そうみんなめちゃめちゃ褒めてくださって、うん、でしかもなんかこの、まあ、キャーフルってさ普段撮影のイベントとかなかったから、 そ、 う、ね、ね、ないない、それでなんかカメラ買ったとかって言ってカメラ興味持ってくれた人とかもいるん で、はいはい、でこれの、ね、流れで石川のイベントに参加とかもね、していただいたりとかも、ね、あわよくば、はい、キャワフルでまた撮影会イベントがね、ああね、やってみたいよ。見たい。ブンちゃんがだってこんだけ楽しかったって言ってるんだもんね。そうだ、そうだよ。大体楽しいよね。楽しい、楽しい、うん、ちょっと腹筋は間に合わなかったんだけど。でもその後のさ、ダンスレッスンでバキバキに盛り上げて、バキバキだったよ。さすがだなって思って、うん、なんででしょうね、うん、さすがだよ。照れちゃって、ね、かわいいかよ。ぜひ皆さん、ブンちゃんをね、はい、あの私の弟子入りとともにね、撮影しにぜひまた次回がありましたらね、行ってください。よろしくお願いします。はい、ということで以上、大仏オタ祭りでした。FM88.5MHz 渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャーフルラジオパーク、お楽しみいただけていますか。続いてはこちらのコーナー、キャーフルカルタ制作委員会多行編。イエーイ。正月三大遊びの一つと呼び声が高いカルタですが、そういえばキャーフルのカルタなかっただなって気づいちゃいました。というわけでキャワフルカルタを大募集しちゃいます、はい、はい、ということでね、はい、今までの放送の中で、あ行から作業まで決まって少し振り返りも兼ねてね、ご紹介できればなと思いますので、石川師匠、はいはい、お読みいただけますでしょうか。紹介します。じゃあ皆さん、あーっとお願いしますね、はい、せーの、あアライブで拳上げてウォーウォーウォー、いい、一度でいいから見てみたい文ちゃんの正面向いたとこ。う、牛と VS どっち綾子。え、笑顔の歌姫安西由加。お、おいたわ石川のどかでごわす。出た出た出た。か、かわちいのは世界で私だけ。き、き、キャンフルの目指す場所は武道館。く、くるみさんトレードマークはツインテール。け、結婚断りまくる石川ののか。こ、こだわりののかは妥協知らず。さ、坂道を駆け上がるとポカリとアンニャンが待っていた。し、しししのし、虹かけゆかはレアキャラドス。す、好きって言わないとクンはプンプンだよ。せ、
背中を預けて戦えるのはお前だけだぜ、バトルマスターどっち。そう、そのイケメン匂わせかと思ったら文ちゃんだったの以上でーす。はい、はい、本当にあの戦闘カルタになりかねないから、みんな私を戦わせすぎないようにね、文で始まり文で締める形になってますね今ね。はい、はい、ということで、はいはい、たくさん読んでいきたいなと思います。はい、で今回もあの繰り上げ制でね、はい、文ちゃんじゃあ、あの、うん、お願いしますね。お願いします。それでは早速いきましょう。ラジオネームくにおくんからいただきました。おりがとう。キャンフルカルタ他行いきますよ。はい、魂こもったライブが売りのキャワフルトルネード、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、魂売り、あの魂売りじゃないわライブ売りだからねいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ち、超強炭酸アイドルキャワフルトルネード、うん、ちょっと古いけどね、うん、ツッコミのいないグループキャワフルトルネード、間違いない、まあ間違いない。え、でもオーディションしてるから、まあまあまあ、そうだね、オーディションどうなるかわからない。そうそうそう、そうなのよ。て、天才プロデューサー率いるキャワフルトルネード、これはあのプロデューサーに媚び売ってますね。こねてるな、ね、こねてるな、こねてるだけか、なんかなんかいやらしいぞと、道地彩子フューチャリングキャワフル、待てーいや、あのさ、戦闘カルタになりかねないからほんとダメだって。おっす、くにおくんだそうです。おっす、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 おっす。これがとりあえず暫定1位、暫定1位ですね。あ、まあでも私、魂こもったライブがありのは好きなの。あ、いいと思います、いいと思うけど、うん、超強炭酸アイドルキャワフルトルネードはちょっとそれは前の時代だからね。昔のキャッチフレーズでしたね、キャッカ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 。まあでも手はちょっとあの細谷プロデューサーは喜ぶかもしれない。そうだね、まあ、でもそういう感じ、入れ、ね、入れてこない、暫定だから、暫定だから、ね、いい曲書いてくださってます、うんうん、そうだね、暫定でいきましょう。そうですね、はい、続いていきます。ラジオネームガチくんさんです。はい、た、魂揺さぶる熱いパフォーマンスが売りです。おー、ち、ちょっと待って、また野々花が変なこと言ってるいいね、いいね。つ、ツンデレなピーちゃんにどうちたじたじ、あ、かわいいツンデレ。で、てんてこまいのラジオ放送爆笑必須、必須と、とびきり涙って朝のスタートによくない。え、めっちゃいいよ一個以外めっちゃいいえ、チーめちゃめちゃいいじゃん。よくないよ、うん、チーいいダメなの本当ダメ、よくないよ、ダメ、ダメだよ、あ、ダメ、うん、いいじゃん、ツンデレなピーちゃんとかいいじゃん、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 いいじゃん。まあ、猫はね、ツンデレですから。え、どうしよう。え、でも魂、みんなやっぱね、魂揺さぶる、タはね、魂な感じかもしれない。いやー、でもチー、チー、チーとツとと、チとツとと、チとと、チツとね、が、こちらを繰り上げ、ガジ君、ガジ君の繰り上げね、却下ね、待ってね、はい、耳痛くなるからあ、じゃあ、続いていきましょうか。はい、はい、はい、ラジオネームタカさんからいただきました。ありがとう、ありがとう。た、高く見上げたその先へたどり着けると信じてオニオンリンク。あ、いいね、いい、中毒性がございます。観覧時には用法用量即し、尊しにお気をつけください。出れるブンちゃん、ブラッククルちゃん、熱い視線ののちゃん、歌姫アンニャンに要注意。めっちゃいいじゃん。つ、伝えたいこの思い。ハンズ大丈夫かい。で、出会いと手紙は一生の宝物と、途中休憩はどちらで、ブンの休日クラブ、それとも ののメンタルクリニック。めちゃめちゃいいの。かっこ CV 中田くるみというちょっと血が長すぎたね面白いくるみやってんなえ、でも2良くない、伝えたいこの思い、ハンズ。いや、タも好きだけどな。あ、タも好き、うん、でもオニオンリンク入ってないんだ。入ってないかった気がするね。え、でもいっぱいね、あれだったよね。でも武道、あ、え、でもなんか魂揺さぶるパフォーマンスの方がちょっと好きだな。わかるね、ほら、あの、どの曲にもさ、通じるっていうことで。じゃあ、ガジ君にしよう、タバね。じゃあ、ツーは繰り上げ、繰り上げしましょう。え、伝えたいこの思い、ハンズで繰り上げしましょうね。はい、それでは続いて、ラジオネーム村民からいただきました。ありがとうございます。タ、タオル曲といえば月見つどき。おー、懐かしい。チ、
はい、チョコミント大好き芸人どっちあやこ。芸人正解です。もう一つ、チチベットスナギツネバーサスどっちあやこ。こっちの方が好き。こっちの方が好き。ツツインテールは生まれつき神崎くるみ。ツ掴んだこのチャンス生かせ新メンバー。めちゃめちゃいい。ティティフ選抜決勝は今でもベストライブ。と特技で人を笑顔にする安西ゆか。なんで。とところてんを美味しそうに食べる女優石川なのか。ダメないよ、あのところてんを美味しそうに食べるとかこういうの文章に残しちゃダメないよ。食わず嫌い。あのね、あ、しかもさっき言うの忘れたわ、あのこれカルタ絵になるそうです、うん、あ、そう、写真じゃなくてね、ちょうどいいじゃん、ところてん美味しそうに食べる石川、ね、ダメダメダメないよ。どんな絵にされるか、ね、果たして食べさせられちゃうよ、またえ、ね、これネタに、うん、だからダメなのよ、牛ぐらいなのよ、やっていいのは。うん、なんでよ。え、でもさ、ツインテール生まれつきって言うけど、今日あなたツインテールじゃないけど大丈夫ですか、くるみさん。ほんとじゃん。え、でもね、2つ止めてるからなんかぽいね、ツインテール。2つ止めてるイコールツインテールちゃうねん。いや、許容範囲大きくいかないとね、これから、うん、じゃあどうしますか。え、でも新メンバーいいけど、でもさ、多分新メンバー入ってきてもやるから。そうだね、うん、新メンバーってさ、やっちゃうとさ、言っちゃうとそうなの。現メンバーとか新メンバーとかやめたいから、やめたから。何これ却下。でも、なんだろう、気になる。とはなんだっけ、となんだっけ、と歌系も入ってるからな。そうなんだよね、あ、ゆかのね。そう、確かにね。で、あのツインテールも入ってんだもんな。そうなんです。あれだよね、もう一回撮影するんだよね。何が何が、写真になるんでしょ、このカルタ。あ、写真じゃなくて絵になる。絵か。そう、そうそうそう。じゃあところてんは食べなくていいの。いや、違う、ところてんはもう絵食べさせたがるの。次次、ゆかのせいで全員不採用です。次、あの私だった。ラジオネームモンティアット仕事する手が止まってます、動かしてください。ということでいきますよ、はい、食べる前並べて取ります、推しのチェキ。あ、いいじゃん、ファンの人も楽しめるね、これね、うん、あ、タがね4つもある。2つ目ね、はい、台湾で新規オタクを地引き網。もう一つが楽しいよキャワフルライブと特典会。ストレートですね。でもう最後の一つはちょっと異定のねファンの方のお名前が入ってるので、ちょっとね、うん、こういうのはやめてください。はい、え、嘘だよ、はい、嘘だよ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 。でつ、はい、だいたいちちちゃんと見てます、エゴサーチ。おー、つ月見続きはレア楽曲。月見好きなの。月見入ってくるね、好きなの、うん、て天使かと思ってみたらくるちゃんだった。多めに言っときました。と撮っちゃうよカメラ構える石川なのか。おお、なるほどね。あの他の食べて食べますは今までにない感じだったから、良い良い、今時っぽいよね、今時今時ぽいぽいぽい、みんなオタ活でね、そう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 、いいと思う。じゃあこれいいね。魂とどっちにします？あ、そっかー、それと VS なのか。そう、でもね、でもなんか、魂系ね。これはあのなんかオタクカルタみたいになるから、キャワフルカルタって考えたら私は魂の方だなと思う。そうか、冷静、冷静だね。一応審査員っていうか、あの目元がいいじゃないですか。好きなんよ、すごい好き、モンティーの、うん、そうだね、ごめんね、良いけどね、よかった、ね、じゃあ、タワー、はい、はいはいはい、え、でもトもいいと思うよ、撮っちゃうよ、カメラ構える、よいよいよい、あの、ゴアスしか今言ってないからさ、カメラ系ないの？確かに、あ、じゃあいいじゃん、いいじゃん、ね、じゃあトー入ろうよ、うん、じゃあトー入りましょう、ありがとうございます、わーい、そのゴアスばっかだとちょっとね、かわいそうだから、うん、ありがとう、かわいそうだから、やっぱ VS させてるだけあってね、本当だよ、気持ちがわかる、本当だよ、ありがとう。ありがとうモンティ、はい、はい、続きますね、いいよ、はい、ラジオネームさとちゃんの弟子さんからです、ありがとうございます、ありがとう、た楽しくて愉快なキャーフルトルネード、おち、チラリ腹筋どうちあやこ、いいじゃん、いいじゃん、つないだ手は武道館まで離さない、いいじゃん、いいじゃん、て、てるてるポンズ VS 石川ののか、神崎なんよ、もう石川じゃないよ、私、はい、雨女の戦い、はい、はいはい、と、トルネード旋風に巻き込もう、込まれてもろて、今時巻き込まれてもろて、いや、てるてるもう卒業したから私、そのキャラ違うんですよ、神崎さんなんだよ、今のところいや、もう雨女2人で争わないでいいよ、はい、え、2良くない、2良い、2めっちゃいい、めっちゃいい、うん、じゃあ
2を繰り上げしましょうかね、うんうん、2なんだったっけね。ね、伝えたいこの思い半分。あいや似てるな。でもさ、繋いだ手じゃん。うん。ハンズ、そうなんだよ。そっか。じゃあいいかもね。うん。え、どっちを取るの？ツー繰り上げ？ツー繰り上げしちゃう。行きましょう。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。え、チ私好きよ。あのちょっと待って、石川なのか変なこと言ってるか。あのチラリ腹筋か。どっちあやく。あ、チラリ腹筋。チラリ腹筋いいんじゃない？チラリ腹筋でいいっすか？うん、いいよ。100チラリ腹筋。うん。ちょっとあの変なこと言ってるのちょっと好きだったんですけど、ね、一言も言ってないのっていう感じなんですけども、そうだね、時間があったんだけどね、すごくあったんだけどね、もう本当だ、まあ、あともうちょいだけやりましょうかね。そうだね、まあ、全然大丈夫そうではうん、ありますので、はい、じゃあ行きますよ。ラジオネームモケルさんからいただきました、はい、ありがとう。た、戦う女どうち。ち、ちったで掲げたハンズを胸に。おお、ちったね。つ、ツンツクって作詞家誰？あ、て、天然アンニャンと言われるけど実際ヤバいの石川なのか。違う、来た来た来た。と、撮る準備は OK？ サツカの歌始まるよ。おー、いいじゃん。サツカね。あ、ツンツクさんね。ねー、そうっすね。キャンフルならではですからね。そうだよね、ツンツクさんはね。ツンツクって誰だよね。ツって何と戦ってる今？ツはですね、繋いだ手話せない。繋いだ手だよ。でも武道館ですわ。ツは強いわ。ツンツクさんごめんなさい、あの電波聞いてましたらね。うん、すいません、繋いだ手で。どうする、決めちゃう？うん。いや待って、めちゃめちゃまだまだ読み足りないのがある。そうなの、全然読み切れてないんだよね。うん、でもまあまあね、うん、決めちゃいましょう。決めちゃおう、決めちゃおう。なんかこれだけはみたいなのある？これだけは言っときたいみたいな。うん、でもなんか時代を感じるのとかめちゃくちゃいいけどね。ね、うん、今決まってるのちょっと読み上げてください。うん、はい、今決まってるのはですね、待ってね、めちゃめちゃあるんですけども、たが、これは迷うな、うん、待って、どこにあるのかが分かんなくなってきちゃった。たいきます。魂こもったライブ代わりのキャワフルトルネード。はいはい。ち、チラリ腹筋どうちあやこ。はい。つ、つないだ手は武道館まで離さない。うん。て、て、あ、天才プロデューサーが率いるキャワフルトルネード。ん、手と手。あ、手なんだっけ。で、と、とっちゃうよ。カメラ構える石川ののかですね、今のところ。うん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 。どうですか、皆さんは。ガチのこれ書いてラジオですよ、皆さん。これね、手違った。そう、手と手違った。手は、あ、でも手が決まってなかったんじゃないかな。手が決まってないのか。あ、そうか、うん、手が決まってないのか。手か、手です。どうしようか。てるてる坊主 VS いく。どうしよう、難しいね、手は。うん、でもまだ読んでないから、くにおくんが送ってくれた天空のステージで歌った I love you summer day とかいいけどね。あ、思い出。はい、うん、カラフルレモネードさんのテイク重ねて映像に魂込める石川監督、はい、おー、いいじゃん、いいじゃん。石川ネタ今回多くなっちゃうよね。まあ、でもいいんじゃないかな、うん、今回はってこと。今回は本当に、うん、いけますけど。どうですか、意義なしです。文は意義なし、意義なし、はい、じゃあ決定。決まりました。やったー、他行編決まった。決まりました。よかった、いいです。はい、皆さんお手紙たくさんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ね、以上、キャワフルカルタ制作委員会他行編でした。次はエンディングです。FM88.5 メガヘルツ、渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャワフルラジオパーク、お楽しみいただけている場所でしょうか。嬉しいでしょうか。早いものでエンディングということで、はい、はい、さてお送りしてきましたキャワフルラジオパーク、エンディングとなってしまったんですが、お別れの前にキャワフルからお知らせです。はい、はい、3月の20日土曜日ののかのカメラ散歩が開催されます。よろしくお願いします。
そして3月21日日曜日、私らの時代、こちらアイドルの本音を、先輩グループのたるさんと一緒に話します、はい、配信チケットもまだまだ発売中なのでぜひお願いします。お願いします、はい、そして3月23日火曜日は石川ののかのラジオ喫茶オールドクロップが放送があります。21時からです。こちらゲストに脚本家の高尾園子さんをゲストにお呼びして1時間お届けいたします。はい、そして3月25日木曜日、神崎誕生日カウントダウンライブを LINE ライブにて行います、はい、誕生日当日になる瞬間を私と一緒に過ごしてください。お願いします、そして3月の25日同じ日ですね、くるちゃんの前に出会いをつなぐ推薦状に石川ののか出演します。はい、そして3月27日土曜日、どうちゃやこネットサイン会、こちら、また映るんですってね、撮り下ろした、写真を販売したいなと思っています、はい、中にはちょっと今回メンバーが撮ったものも紛れているかもなので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そして3月27日土曜日、安西芸術家への道ということで16時から配信でお届けします。お楽しみに。気になりしかしない。3月28日日曜日、神崎くるみ生誕祭2021年があります。おめでとう。今回はキャワフル全国統一模試2021ということで、はい、皆さんメンバーにも受けてもらいますんで、ね、頑張ります。今たくさん準備しているので、はい、皆さんチケットお願いします。お願いします、はい、はい、ということで20時からお送りしてきましたキャワフルラジオパーク、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。最後にね、はい、ハッシュタグでつぶやいているお方いらっしゃいますでしょうか。いますでしょうか。呼んじゃって。あ、皆さんに聞こえてる音楽がちょっと変わったっぽい。あ、そうなんだ。へー、あら、ハーハーしてるおいどんののかちゃんも可愛い。ハーハーののか、おいどんののちゃん、ありがとうございます。今日ちょっとね、いっぱい炸裂してしまいまして、そう、ハッシュタグが、そうだね、読めなかったね。リボン付きのカツラなら のちゃんもなれるよ、気に入るんだよつってやめろ、お願いだからやめてくれ。絶対見つけてツイッターとかにアップしないでくれ。フリじゃないぞ。え、でもさ、帽子にリボンつければ問題ない。帽子にリボンも嫌や。クロちゃんの生誕祭超楽しみだって。あ、ありがとう。あの生誕祭残りチケット3枚となっていまして、はい、もうすぐで完売なので、完売だ。皆さん迷ってる人はお願いします。お願いします。あの、その日しか見れない、そう、はい、そうそうそう、各メンバーとコラボで、はい、もちろん、ね、私推しの方はもちろん他メンバーの推しの方も楽しめるんじゃないかなって思うので、うん、ぜひお願いします。お願いします。でもそれぞれさやってるじゃない、個人イベントを、うん、さ自分のさファンの方だけじゃなく、キャワフルのファン、うん、皆さん、そうなの、みんな来てるのね、見ててね、うん、本当になんて優しい世界なんだここはって思うわけですよ。本当に皆さんありがとうございます。いいね、いいね、ファンを持ったよ、頑張ろうって思えるよ、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。あれだね、あの、暖かくなってきたからみんなも薄着になってきましたね。あ、確かに、確かに。今日は寒くない。そうじゃん、そうじゃん、大丈夫ね、いいですね。まあ、ライブができるその日まで、はいはい、そうやって待っていただければ、はい、私たちもね、そうですね、高く頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、あの、新情報もね、続々と、もしかしたらね、小出しにしていくかもしれないね。なんかそのたびに、クロス FM を聞いてくださっていると、いっぱい情報が知れると思いますので、あー、それはそうだ。ごひいきに、クロス FM のキャワパク、よろしくお願いしますよ。あの、ゴアスがめちゃめちゃ前に出てるやつでしょ。いいんじゃない、そのキャラがいいんでしょ、うん、ゴアス担当、うん、ごめん、本当にごめん、本当に。あ、なんか今日もアニマルが、あ、ちょっと今日もアニマル、今日何、クマ、今日は、ね、クマさん、あ、ワンポイントクマで、うん、一番最後に喋ることじゃないの。恥ずかしくなっちゃうから、もう本当に恥ずかしくなってしまいます。皆さん、たくさんキャワパクでハッシュタグつけてつぶやきもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、はい、来月の放送も皆さんぜひお楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ね、それではキャワフルトレネードのキャワフルラジオパーク、この辺で、はい、せーの、明日もキャワイク、おつけワッパー。